始まりました。12月15日第9回目スピカレイディオということで、今日もやっていきたいと思います。師走ですね、師走もう2020年もあと少しになりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私はね、デッドバイデイライトに夢中になっております。 PS4 とかパソコン、スイッチなどで遊べるゲームになっております。もし気になる方がいらっしゃれば、概要欄に貼ってある食べ物見の YouTube アカウントの方へ来てみてください。そちらで私スピカがゲーム実況をしておりますので、よかったら見に来てください。ということで、本日の曲はスピカオリジナル曲の Dream for You ショートバージョンをお聴きください。どうぞ。今聴いていただいたのはスピカオリジナル曲の Dream for You ショートバージョンでした。チャンネル登録よろしくね。スピカレイディオのコーナー、あなたのエピソードということで、本日のテーマは最近ハマっているものはです。それでは早速読んでいきたいと思います。まずスピカ大好きっ子さんからのエピソードです。私のハマっているものは美容です。寝る前には必ずパックをして足を揉んでむくみを取ってから寝ています、というエピソードでした。ありがとうございます。私もね、パックしてますよ。あと足も足痩せクリームを塗って頑張っていますスピカ大好きっ子さんとはね、本当に似ているなと毎回思います。はい、ということでスピカ大好きっ子さんにはスピカオリジナル画像をプレゼントいたします。ということで、お次柴田俊彦さんからのエピソードです。いつもありがとうございます。最近はやぶさ2カプセル期間にハマっています。来年にはカプセルに有機物、水が入っているかもわかります。2023年には NASA のオアシスレックスも帰ってきます。火星より内側の小惑星は地球に衝突する可能性があります。いろいろ知りたいですね、とのエピソードでした。ありがとうございます。これね、私最初カプセルなのでガチャガチャかと思ってたんですけど、本当の話だったんですね。ちょっと調べました先ほど。私も詳しくはないんですけれども、宇宙がとっても好きなので興味があります。宇宙って本当に何があるかわからないですし、すごい未知。一応宇宙飛行士の方とかがいろいろ教えてくださったり、テレビとかでもしてますが、それも本当に行った人にしかわからないですし、そういうところも面白いなと思います。謎は深まるばかりですねはい、それではエピソードをくださった柴田俊彦さんにはスピカオリジナル画像をプレゼントいたします。というわけで、今回のスピカレイディオはいかがでしたでしょうか。いつもより少し早めなので、エンディングトークを長めにしたいと思います。そうだ、皆様に言おうと思っていたんですけれども、無事このスピカチャンネルは
チャンネル登録数600人を超えることができました。本当にありがとうございます。とっても嬉しいです。今年中にね、1000人いったら嬉しいなとは思っていたんですけれども、600人でも本当に十分な人数登録してくださって本当に嬉しいです。本当に皆さんありがとうございます。このチャンネルを作る2年前はこんなにたくさんの方に見ていただけると思っていなかったので本当に感謝しております。これからもね、たくさん皆様に元気をあげられるように、笑顔にできるように頑張りたいと思いますので、よかったら応援の方よろしくお願いいたします。そしてね、ツイッターのフォロワーさんとのコラボも決まっておりまして、制作中です。今年中にあげられればあげたいなと思っているんですけれども、そちらもお楽しみにしておいてください。来年もね、皆様に衝撃と笑顔をお渡しできるよういろいろ考えておりますので、そちらもお楽しみにしておいてください。あとはなんだろうな、あ、12月の頭に家族で旅行に行ってまいりました。伊勢の方に行ってきました。もちろんね、アルコールとマスクはしっかり持っていて、コロナ対策はしております。はい、久しぶりの家族で旅行だったのでとっても楽しかったです。美味しいご飯もね食べられました。景色もねすごい綺麗だったし、じゃあ何枚か旅行の写真を出しちゃおうかなと思います。まずはこちら、これ伊勢の中にある木かな。これすごくないですか。なんか途中からまっすぐピーンと立ってる感じ、なんか力をいただいた感じがしました。なんかね、個人的にワンピースに出てきそうな木だなと思って写真を撮りました。こんなの見たことありますか。もしね、何植物だよとか、こういう風に育てたらこうなるよっていうのが分かる方がいらっしゃいましたら、コメント欄の方に書いてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。では次の写真がこちら。これはね、伊勢の写真です。どなたかが水の中に入ったのかわかんないんですけど、足跡があって、それが逆にちょっとおしゃれでした。でね、なんか波もすごい荒かったので、水しぶきがバサーンとなっていてね、すごい写真映えするスポットでした。はい、では最後3枚目、こちら。こちらはね、うどんです。私のね大好きなうどんです。でもね、結構柔らかめのうどん、伊勢うどんだったのでびっくりはしました。でもとっても美味しかったです。なんか苦手な方とかもいらっしゃるかもしれないんですけど、私はねすごい好きでした。なんか歯が全体的に喜んでる感じがしました。もちもち感で歯が喜んでおりました。また行ったら食べたいなーなんて思っております。はい、ここまでということで、またね、旅行とかも気軽に行けたらなっていう風に思いますが、もう少しの辛抱ですね。はい、では本日のスピカレイディオはここら辺で終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた来年のスピカレイディオでお会いしましょう。良いお年を。まだ弾き語り投稿するけどね。